テクノポート福井総合公園は福井県堺市にある公園。施設は福井県が所有し、グリーンコンソーシアムが指定管理者として運営管理を行っている福井県の工業用地である福井臨海工業地帯の一角、くずり川の川口そばに1 9 9 4年4月に開設された。 テクノポート、福井総合公園の設置及び管理に関する条例の第1条によると、福井臨海工業地帯の都市機能の充実を図ると、共に、県民にスポーツ及びレクリエーションに親しむ場を提供することを目的とするとされている。なお、公園内には、バーベキュー広場、芝生広場、隠しゴルフ場、休憩場などが設置されている。 東光園の指定管理者は2014年3月まで財団法人福井県企業公社であったが2014年4月よりグリーンシェルターサウルコス福井パートナーズとなっている。なお、福井県の東光園の維持に関する負担額は2005年段階で約1億800万円であったが指定管理者制度の導入で東光園の運営。 管理を民間委託したことなどを理由として2014年時点の負担額は4、360万円に減少している。2019年4月からグリーンコンソーシアムとなっている。芝生広場は総面積が1万平方メートルである。メインスタンドから見て右側のサイドスタンドは公園内の芝生月山の斜面を兼ねている。テクノポート福井スタジアムは福井県内で 最大規模の球技場である。球技専用スタジアムとしては、北陸有数の規模を持つ。ピッチサイズは160メートル95メートルと、サッカーの標準サイズに比べて、かなり広く、スタンドとの距離がある。スタンドは一層式で、ピッチ周囲を囲むように設けられている。メインスタンドは個別席で、バックスタンドとサイドスタンドは、ベンチシート。屋根は付けられていない。 スコアボードは開設当初から磁気反転のものでフリーボード式ではない特典表示専用のものであった。現在はフルカラーの LED 方式に交換されている。天皇杯 JF 全日本サッカー選手権大会は本大会で福井県で試合を行う際には東海上が使用される。日本プロサッカーリーグ公式戦が開催されることもある。2000年までは ジェフユナイテッド市原の試合がほぼ定期的に行われており、ホームゲーム4試合のほか、アウェーゲームも開催されている。他に、ホームタウンから比較的近い名古屋グランパスとセレッソ、大阪がリーグ戦、各2試合を開催している。また、ジュビロ岩田とベルディ川崎もホームゲームを開催している。J2 リーグ発足後は2001年に、横浜 FC が2007年に、 京都参賀会 C と CE 大阪が各1試合 J3 リーグ発足後は2014年に津営元金沢が1試合開催したほか2020年にカターレと富山がホーム開幕戦を東海上で開催予定となっている日本女子サッカーリーグは2011年にイナック神戸レオネッサ主催ゲームを公式戦を開催しているその他の利用例としては以下の通りその他 2 0 0 2に FIFA ワールドカップに出場したメキシコ代表がここでキャンプを行った。ありがとうございます。